私の名前はモンボスナイと申します。1年半前に日本へ来ました。私の名前は青と申します。株式会社アメリに入社して今年は2年目です。数面作成を今やってます。工場に製品を作るために作図をしてます。今使っているのソフトの名前は実寸法師というソフトとカプというソフトを使っています。カプというのはサンディのモデルを作っていろいろ詳細数を実寸法師に変換して即図を工場に送るための準備している作業です。今2つのプロジェクトをやってます。1つは東京の丸の内29階建ての大きい建物です。あれは今もうすぐ終わります。もう1つは東京の有明ホテルの14階建ての建物は今始めたばかり、今1階2階の作成をしてます。このプロジェクトは6人と7人くらいかな、これ上司から仕事をもらってみんなで分担して作業してます。それを作業内容を自分だけじゃなくてみんなで割り振りしてシェアして、 そっちの方が一番大変だと思います。私は人の役に立つ存在になりたいからエンジニアになりたいと思っています。ミャンマーだけじゃなくて他の国でもエンジニアというのは男性、エンジニアというのは力を使う仕事もあるから、でも今はだんだん時代が変わって人だけじゃなくていろんな機械を作って物を作れる、だから女性も男性と同じようにできるようになった時代だから、今女性たちもエンジニアになったと思います。自分はメマカンジ大学を卒業してからすぐに日本のテックス会社に入ったけど、今の仕事では大学で学んだテックスの構想の考え方とか大学で学んだことの中で必要なのがあります。それを今の仕事でも使っているものとかはいっぱいあります。でも大学とかでも知識としてはあまり低くないと思います。大学で学んだのは技術とかは高いので、それは今の日本の仕事でも使えるのとは自分が思います。一番目難しいのは日本語です。ミャンマーでは大学では英語で柱とか梁とかあるいは英語で勉強しましたから、ここへ来て全部は日本語になっているから分からなくて難しかった。ミャンマーにある日本の会社で働きましたから、仕事をする方法はほぼ同じなのでスムーズにできました。将来の夢としては日本に長い時間と10年とか15年とか日本に住んで、日本のいろいろな技術とかテクスの構造とかを学んで、ミャンマーに友達とみんなで自分たちの会社を作って、ミャンマーの建物とかのテクス のビジネスをやりたいなという夢があります。リストラちゃんの仕事は難しいです。このことを分かるためには10年間ぐらいかかると思います。いろんな難しいことを分かって将来のエンジニアたちも困らないように教えてあげたいと思っています。